起業家の方に登場していただきましょう。採用されるべき人が採用される世の中へ、最終面接まで進んだ就活生にリーチできる採用サービス、株式会社アババ中井達也さんです。当社は新卒料金で最終面接まで進んだ就活生だけが登録できる、そして企業がその学生さんに対してスカウトできるプラットフォームアババを運営しています。このサービスを人事が使う理由は2つです。ライバル企業の最終面接まで進んだ優秀な就活生だけにアプローチできること、そして優秀な就活生であればスクリーニングを目的とした選考を実施する必要がないという二軸で採用を効率化できるため、リリースから4年で2000社、年間3万5000人の就活生が使うサービスに成長しています。マネタイズは採用時の成果報酬のみですが、先月の売上は1億円、昨対比で 7.2 倍成長を遂げ、順調に PMF を達成しています。このサービスの競合優位性は最終面接まで進んだ就活生のビッグデータを持っていることです。ちなみに最終面接の役割は合格ラインを突破している就活生の中から、相対評価で優秀な就活生を選ぶ場であるので、当社のユーザーである最終面接まで進んだ就活生はその企業の合格ライン、採用要件を満たしている就活生であると言い換えることができます。そしてその就活生がどれくらいの能力を持っているのかを定量化する AI 面接機能を開発しました。前に踏み出す力、チームで働く力といった新卒採用時に重要視される14項目でその能力を定量化します。そしてこの AI とユーザーである最終面接まで進んだ就活生が対話することによって、あらゆる企業の最終面接まで進んでいる就活生の平均能力値、つまり合格ラインを突破している就活生の能力を把握することができています。そしてその強みを生かした新規事業をリリースします。就活版全国共通のリアルミーです。ユーザーの就活生はまずこの AI と対話し、自分の能力を可視化します。そしてその能力を就活生が志望する企業の最終面接まで進んだ就活生との能力を比較することによって、想定の内定率をエントリー前に把握することができるようになります。今どの能力が足りていないのか、そしてその能力をどのように満たすことができるのかというようなフィードバックも提供します。さらに学習コンテンツとして、合格ラインを満たしている就活生が AI とどのように対話しているのかをテキストデータで確認できたり、同じアピールポイントや経験をしている就活生の自己 PR、 学知が価値観まで確認できます。これまでの就職活動では自分の能力、現在地を把握することができませんでした。大学受験に例えると A 判定なのか E 判定なのか分からずに東大を受験し続けているようなものです。しかしこのリアルミーがあれば、エントリー前に志望企業の内定率を把握することができます。そのため自分の魅力が引き上がったタイミング、そしてその魅力を正しく伝えれるようになったタイミングでエントリーするという選択肢を持つことができ、志望企業の内定率を最大化することができます。もちろんこのサービスは就活生だけではなく人事にとっても大きなメリットがあるサービスです。今年度4085名の就活生を対象に、人事と事前に採用要件をすり合わせた上で送客を実施、内定率を検証しました。その結果、業界最大手のスカウト型サービスの内定率が 1.4% であるのに対し、当社の内定率は 15% を担保することができています。この高い送客精度による採用の効率化を武器に、あと2年で就活生45万人が使うサービス、そしてユーザーあたりの内定率を最大化し、業界最大手のサービスになります。それではピッチ終了時点の皆さんの数値、ファーストジャッジこちらです。高田さん 90%、 堀江さん 50%、 佐藤さん 70%、 水戸さん 75%、 かなりの好感触です。サービスそのものを今日は見せていただく、実際に学生さんが AI と対話するような内容がどういったものかっていうところは実際にサービスとしてお出しさせていただければと思ってます。でここからちょっと開始すれば質問が開始されるという流れになります。すげえ。私が学生時代に力を入れたことは3つのビジネスを立ち上げたことです。この辺が GPT の課題なんですね。お、私が立ち上げたビジネス、1つ目のビジネスは訪日外国人向けのツアーサービスになっておりまして、まあ、学生さんが、いつでも英語を喋れるような機会を提供するというサービスでした。
このサービスを作ったきっかけは、私の友人が留学から帰ってきた後に、まあ、英語を喋れる機会がないというような形で、まあ、どういうふうに解決しているのかを聞いたところ、まあ、金閣寺で外国人を待ち伏せして、英語を喋らせてくれと、まあ、ツアーはタダでやるからみたいな感じで言ってるのを聞き、そこに非効率性を感じたからです。結構長い街頭でしたね。まあ、こんな感じですね。友人の経験から非効率を感じたのですね、そのビジネスを進める中でどんな目標を掲げてましたかみたいな感じで、まあ、喋った内容をもとにどんどんこう学生さんの能力をこう深掘って検証していくというような機能になっております。これはちょっとデモになってしまうんですけれども、実際に、まあ、面接大体 3,40 分ぐらい終わった後に出る画面になってまして、ちょっと上に株式会社アババっていう当社の名前が入ってるんですが、これが学生さんが志望している企業になってます。で、志望する企業の最終面接まで進んでる学生さんの平均能力値っていうのがこの緑のグラフで現れてまして、赤色が私が AI 面接を通して、まあ、採点された能力値になってます。で、それに基づいて今 E ランクから A ランクまであるんですけれども、今 B 判定の内定率が出るよというような形になってまして、 A 判定であれば 40% ぐらいの内定率が担保できているというようなところになっております。でプラスアルファでちょっとピッチの中でも申し上げた、あなたの評価を上げるためには各項目どういうふうにしたら、点数が高まっていきますよっていうようなフィードバックがこのように提供されており、で、似た経験を持っている就活生の自己 PR であるとか学士化っていうところを確認できるような、結構採用母数が多い会社じゃないとあんまこの精度上がんない気がするんですけど、どのくらいなんですか？はい、おっしゃる通りです。実際にこの AI 面接を受けていただいた学生さんでいうと、そこまでこうめちゃめちゃ多いっていうわけではないので、おっしゃる通り少ない企業さんであればこう、なんていうんですかね、想定する必要があります。でただ当社のところでいうと、ユーザーの企業様に当社のユーザーになっていただいたタイミングでどのような採用要件で人を採用してますかっていうデータと、まあ、就活生の最終面接まで進んだ選考データ、これを掛け合わせることによって、まあ、あらゆる企業さんの想定もできるような形になっております。だからこの二軸で、まあ、企業さんの採用要件を可視化しております。なんで最終行ったかどうかって誰がジャッジするんですか？はい、自己申告。ありがとうございます。自己申告 と、もう一つやり方があるんですけれども、いずれにしても当社の方に、最終面接まで進んだ証拠みたいなのを提出していただいてます。例えば最終面接で不合格通知のメールであるとか、最終面接への案内のメールをスクリーンショットでいただいて、で承認してます。でそのスクリーンショットを、まあ、OCR でこう読み取って、各企業の最終面接の案内の文言であるとか不合格通知の文言を AI に学習させて、まあ、例えば偽造する人とかたまにいたりするんですけど、そういうのは弾かしていただいているので、結構こう正しいデータにはなっております。数値を見るとやはり高野さんが 90% かなり高い数値ですが、そもそも自社の欲しい人に会えないっていうニーズがすごくあるんですよね、常に。なんで、まあ、この最終面接をクリアしているっていうアババさんのサービス、なんか界隈でも今すごく評判がいいというか、多分みんなが想像しているよりも伸びたサービスだと思っていて、で加えて面接官って結構優秀な人を勝手に社長の知らないところで落としちゃってるんですよね。面接のスキルトレーニングってあんまり各社やってないので、だからなんか私はむしろ理想論としてはもう AI 面談とかで落としちゃダメな人をなんか落とさないように、むしろなんか客観的に判断してもらった方が正しいスクリーニングになるんじゃないかなって思っ、まあ、ちょうど思ってるところというか、はい、これでもユーザーっていうかその学生さんが使うメリットっていうのは何になるんですか？まず自分の内定率を事前に把握できますので、正しいタイミングでエントリーするっていうところで志望企業の内定率を高められるというところと、学習コンテンツを通して自分の能力を高めるきっかけを得られるっていうところがまず1点です。でもう1点が、例えばサイバーエージェントを受けたいですっていう人がいた場合に、今 E 判定だった場合、じゃあまず B 判定の企業で業界理解、企業理解とか自己理解を高めれる企業をまず受けませんかっていうような形で、当社から企業様のレコメンデーションをするような形になっております。でそこはアババのサービス上ですね、すごくこう
優秀な学生さんであれば選考フローのカットを、まあ、人事様からこう握らせていただいてますので、効率的に選考を進めれるっていうところで、まあ、内定を得られるような確率が高くなるというようなところがメリットになってます。業界大手のサービスってそういう学習機能とかつけたりしてないんですか？ですね、あるはあります。適性検査サービスっていうようなもので、例えばリクルートさんの SPI みたいなところが有名にはなるんですけれども、やっぱ彼ら53年前とか数十年前に作ったもの結構こうそのまま流用してるような。新卒専用のサービスとかってあるじゃないですか。はい、その辺もまだそういうの搭載されてないですか？学生さんが新卒で例えば何でしたっけ、アイプラグをやってるようなところとか、はい、オファーボックスさん、オファーボックスさんとかに同じような機能ってついてないのかな？はい、全くついてないです。基本的にはスカウトさするサービスっていうところで、まあえて言うとすれば適性検査サービスっていうような、まあ、性格を診断するようなテストがあるんですけれども、それぐらいでしかないです。でただここはだいぶ前に作られたもので、まあ、それを使っても内定率っていうところは 1.4% にとどまっているっていうのが現状です。結構採用の闇みたいなのありまして、その HR のサービスがスクリーニングを強化したその診断サービスを出しちゃうと応募数とかがすごい減っちゃうんで、結構こうジレンマが起きがちというか、結構本当に正確に判断せずに入社してもらわないとこう最終決定が上がらないっていう、なんか結構そういう採用の闇みたいなのがあったりはします。就職活動ってすごく地方にいる人たちは東京に来る時とかに、まあ、お金も交通費かかったり、まあ、最近オンラインで面接できたりとか効率よくできるようにはなってきてますけど、まだまだ非効率のところとかたくさんあったり、私が一番嫌だなと思うのは、なんか本当にそれまで自分の思うように生きてきた人が就職活動になった時に自己否定されるみたいな経験で自信をなくしてしまうとか、まあ、型にはまっちゃうみたいな子たちがすごく多いなって思った時に、まあ、採用を効率化して傷つくことが少なくなるっていうメンタル面で のポジティブなメリットっていうのはあるのかなと、まあ、一方で、まあ、やっぱり入りたい会社っていうのは有名でみんなが集中するところあるので、まあ、結局そこが最終面接で落ちちゃったとしても、まあ、いろんな会社はその人たちにやっぱりオファーを出すので、まあ、下のっていう言い方が良くないかもしれないですけど、まあ、そうじゃない会社の最終面接を持った人たちの価値ってどうなるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど、ね、地方のなんかいい会社とか多分あると思うんですけど、なかなか、ね、そちらには人が行かないので、まあ、そっちに人をちゃんとこう、ね、今あなただったらサイバーエージェント B プラスだから行ける会社はこういうところありますよって言っても、やっぱりなかなかそうじゃない会社への興味っていうのが湧かないので、まあ、レコメンドしても行かないっていう、まあ、そこをどう変えていくのかなっていうのはちょっと思いました。まず、2つあると思ってまして、ベンチャーの、まあ、いわゆる中小企業さんの最終面接まで行った人にたくさんスカウトって届くような状態になってるのかっていう質問が1個あったと思うんですけれども、それと結構届くような形になってまして、いわゆる、まあ、当社のユーザー企業さんに御社の採用要件どのレベルですかっていうのを全部聞いてて、でこれ途中でもあったんですけど、その企業の最終面接まで行ってたそのレベルを越してる学生さんだよねっていう風な定義ができるわけですと、ってなった際に大手企業さんでなかったとしても、その、ベンチャー企業さんであったとしてもその企業さんの採用要件が高ければ、まあ、結局優秀な学生だよねっていうような捉え方がされますので、ベンチャーであったとしてもたくさんの、スカウトを受け取るような学生さんは非常に多いというところになっております。で、2つ目がじゃあベンチャーにどういうふうに魅力付けをしてスカウトを承諾させるのかっていうところなんですけれども、そうですね、大企業のところに行きたいと思ってる学生さんに対して、ここに対して企業理解、業界理解、自己理解が高まるような企業をレコメンドするっていうところ、まあ、ここでしか現状はないんですけれども、これが結構有効的であることは分かっている状態です。なんかディストピアっぽいなと思って。そうですね、人材がどんどん数値化されて。この間令和元年の人生ゲームっていう直木賞の候補にもなったあざけって人が書いてる小説があるんですけど、それにまさにこういう話が出てきてて、なんか面接に来たやつらがみんな、まあ、それは就職の面接じゃないんですけど、はい、その意識高い系なんか社会ソーシャルアントレプレナーシェアハウスの面接のところに来た学生が、そういえばみんな同じような
面接の時に質問に対して答えてたなみたいな話が出てくるんですよ。同じエピソード言ってた学生が 3,4 人いたみたいな、なんかそれに似た状態ができるなみたいな、なんかだからそれっていいのかなと思って、みんな模範解答言い始めてですね。そうなんかそう、及第点の回答をすることをトレーニングするみたいな、まあ別にだからそれはじゃあもう AI でいいんじゃないのみたいな感じかなっていう、まあこのビジネスが短期的にうまくいくかいかないかっていうこと以上に、これは社会にとっていいことなんだろうかって思ってしまいました。なるほど。確かにその全く理解できないことはない疑問だと思うんですけど、中井さんご自身はこれについては、はい、これユーザーインタビューを通してそういった意見もいただいたんですけれども、今ほとんどの就活生でいうとフィードバックに対して自分が受け入れれる範囲のものだけこう自分でこう修正して、自分のなんていうんですかね、価値観みたいなところをより深掘るきっかけになったみたいな形で、そうですね、自己理解が高まるきっかけとして使うっていうところが大半だったんですね。なのでいわゆるそのサイバーエージェントで受かりたいから価値観をそこに寄せていくっていうような就活生はほとんどいなかったっていうところが実際にユーザーインタビューのところでは感じられたところになってますので、堀江さんのその読んでらっしゃったその著書ですかねみたいなところの世界観にはなり得ないかなっていうふうには私は思ってます。それでもそれ逆じゃないですか。だったらそれ使う理由はほとんどなくなってきますもんね。いやなんかまあいいやでも別に俺そこで議論したいわけでもない。面接ハックするツールとしてはまあ事実としてあるんだと思うんですよ。でもサービスとして価値があるのはその最終面接をしたけど多分その落ちた人が全然違うところまで行くんじゃなくって競合のちょっと下のところに入れるとかってこの辺が吸収されていくところは多少価値があるんだと思うんですよ。本当だったら A 社 B 社 の1番手2番手行けてたの、あ2番手に行けてたけど A を受けたからなんか D まで落ちちゃいましたっていうシーンがなくなってきたらだいぶ鳴らされるっていうのはあると思うんですけどね。まあなんかもうただねっていう、いやただねもうそれもあるし、いまだにこんななんか就職採用みたいな仕組みやってんだとかと思ってもなんかそっちですよね。すごいなんかこうつまんねえなみたいな既存の仕組みをなんかハックしてちょっと便利にしましたよねみたいなサービスを見せられてもなんか感動しないというか、まあこれで小銭稼いでもしょうがねえんじゃねえのって僕は思っちゃうんですよね。かなりその指摘としては強いのか。僕のこれ思想なんでもうあんまり関係ない。堀江さんとかも会社に行かなくて自分のやりたいことやるわみたいなところでそんなに自分のなんかこう評価とかを AI とかでトレーニングしてなんとかこうとかでこういう風に言った方がよりいいよねとかってやってることもね。まあなんかそんなやつらと一緒に仕事したくないって僕は思います。その小賢しいって思って小賢しい確かにそうですよね、だからそんなやつらってAI 全盛時代はそのマトリックスに出てくるエージェントスミスに規制されてしまうやつみたいな、だからそんなの別に何の価値もないんじゃないのってまあ思っちゃいますね。そういうやつらを量産してどうするんだろうみたいな、量産型ザクみたいな俺はシャアと仕事したいよなるほど思想ですね。あ思想なんで、そうですね、はい、いろんな一面があるっていうところはもう事実として捉えさせていただきました、本当に勉強になりました、ありがとうございます。ただ私がこう実現したい世界観っていうのが隣人を助けようっていうところになってまして、アババの最初の授業をですね作ったきっかけみたいなところが、まあ、電通の最終面接で落ちてしまって鬱になって自殺も考えてた学生さんをどうにか救いたいなっていう風な思いで作ったサービスになっております。ぜひ応援していただければ幸いです。ありがとうございました。それでは投資家の皆さん最終ジャッジに移ります。質疑応答を終えた現在の数値を入力してください。中井達也さんの希望投資額は15億円。果たして 100% に到達した投資家はいるんでしょうか。 Deal or Break。 結果はこちらです。すごい AI がびっくりしてるんだと思う小賢しい。物を売るわけではありません。コミュニケーションに価値をつけます。
自分の推しから電話がかかってくるっていうところに結構ドキドキしますね。なんでこんなに課金してるのか分かんないぐらいこうハマってっちゃうんですよね。ワンちゃん猫ちゃんに予防の選択肢をというテーマのもとウェルネスケア商品を医療チームで開発しています。全体デザイン可愛いですよ、ね、なんで今までなかったんですかね。